こんにちは、ゆいずみです。今日は Windows のパソコンをずっと使っていた私が最近 MacBook Air に乗り換えをしまして、それでしばらく使ってみましたので、こちらの感想を皆さんにお伝えできたらと思います。でこちらの MacBook Air ですね、こちらが私が購入したものなわけですけど、まずこのデザインを見ていただいた時にものすごく洗練されていて、とても美しいフォルム、素晴らしいデザインかなと思います。このディスプレイの薄さとか、この見ていただいた時にですね、本当にこんな薄いわけですね。この薄いディスプレイでものすごい美しい映像、ものすごい美しい画像を表示させることができまして、これすごい技術だなというふうに思っています。続きまして、こちらのトラックパッド、このトラックパッドがですね、 Windows のノートパソコンでもこういうパッドがあるかと思うんですけども、こちらはですね、すごく大きくトラックパッドが作られております。でこの操作性がすごく良くてですね、 Windows の場合はこのパッドを使った時にちょっとですね、カクカクした感じといいますか、その硬い動きの感じがするんですけども、こちらのトラックパッドはですね、ニュっていうようなニュっていう感じのそういう動きができまして、こちらがですね、すごくなんというか、その感じると言いますか、すごく扱いやすい、直感的に使いやすいと言いますか、3本指4本指とかそういうその操作もあるわけですけども、ウィンドウの切り替えですとか、デスクトップの切り替え、あとはですね、画面をそのディスプレイを拡大したり縮小したりするときもニュッという風にこのすぐにできたりとかしまして、とても操作性がいいなというふうに思っています。スリープからの立ち上がりもすごく早くて、私はですね、こちらはこの電源を切らずに基本的にこのままの状態で使っているわけですけども、こちらをですね、閉じててバッと開けたら、もうワッとこの画面がもう使えてる、もう開いてる途中で画面がもう表示されているわけですね。でそうするとそのまますぐに作業に入ることができるということで、とても快適に使えています。で動作ももちろんすごいサクサクでして、今回からですね、 M1 チップというこの Apple が独自に開発したチップが使われているわけですけども、こちらがですね、すごくいいもので、本当にサクサク動くということをですね、すごく評判なものなわけですけども、で今まで私がノートパソコンでやっていたことっていうのはですね、30分ぐらいかけてやっていたようなことが、こちらだともう30秒とかでできるということで、本当に今まですごく無駄な時間を過ごしていたなというような、本当にですね、サクサクで素晴らしくいいかなと思います。であとはバッテリーの持ちが素晴らしくって、こちらはですね、朝例えば充電をするじゃないですか。でその状態で動画編集とか、そういった重い動画の書き出しとか、すごくバッテリーを多分消耗するわけですけども、そういった作業をしても1日は使うことができます。であとライトな使い方、例えば YouTube を見るだけとか、何かその映像を見るだけとかですね、そういうライトな検索したりとか、そういうライトな使い方ですと、2、3日は充電をしなくてもいいということで、今まで私パソコンのイメージというのはですね、パソコンをじゃあ使いますってなって、でコードをコンセントを差し込んで、でその状態で使うっていうような、そういうイメージがあったわけです。なんですけども、こちらのこの MacBook Air はですね、バッテリーの持ちがものすごくよくって、でそれで充電することを忘れるくらい、とても快適に使うことができています。であとこちらの特徴としましては、音が静かです。ファンレスの構造になってまして、以前使っていた私のノートパソコンっていうのはファンがついていて、ものすごいウィーンウィーンってすごい音がするわけですね。ものすごい、そんなになんか良くないことが起きてるのかしらと思うような、そういう今にも壊れそうな、そういった音がしていたわけですけども、こちらはですね、全く音がしないので、とても静かに快適に落ち着いて集中して作業をすることができまして、本当にすごくいいなというふうに思っています。といったところがですね、最近感じているこちらの MacBook のいいところかなというふうに思っています。でどうして Mac にしてみようかなと思ったかと言いますと、ここ 2,3 年で私 Apple 製品の AirPods Pro とか、あと Apple Watch ですとか、で iPhone はもともと使っていたわけですけども、そういうものを使っていく中で、あ、すごく Apple の製品ってとても心地がいいし、すごく便利だわというふうに思っていまして、で Mac というその OS に対して昔からその
あったわけですけど、これはですね、私ちょっとそのイメージ的に使いにくいのかなっていう、 Windows をずっと使ってきたわけですから使いにくいのかなっていうイメージがあって、それでちょっと手を出していなかったわけですね。なんですけども、最近すごく Apple に囲まれた生活といいますか、 Apple Watch とか AirPods Pro、 あと iPhone ですね、こちらのこれらのものがすごくいいので、で Apple の製品同士っていうのはですね、 AirDrop という機能がありまして、画像とか動画のやり取りとかそういったものをですね、一瞬でバッとこの何にもしない送受信とか それでまあ送信するわけですけども、バッとこの簡単に瞬時にやり取りをすることができる、画質とかもそのままでやり取りをすることができるわけですね。でこういった便利な機能も使ってみたいなと思いまして、 Mac を買ってみました。で使いにくいのかなというふうに思っていたんですけども、1日2日使ってみたらもうすぐに慣れまして、で Windows よりもむしろ私 Mac の方が使いやすいわというふうに今は感じています。でこのまましばらく使ってみて、またですね、気がついたこととかありましたら皆さんにお知らせできたらと思います。ご視聴ありがとうございます。